グッデイサンシャイン。今日も三菱電機さんにお邪魔しております。毛塚さん、おはようございます。おはようございます。太陽光発電のお話、いろいろと伺っておりますが、今回も前回の復習からお願いします。はい、システム費用の、お支払い方法でしたね。はい、現金ニコニコ払いの他にローンやペースプログラムによる長期のお支払いも可能になっておりまして、はい、よりお求めやすくなっております。はい、無料のお見積もり作成時にこれらの提案を盛り込むことも可能になってますので、気軽にですね、お問い合わせいただければと思います。はい、そして今回なんですが、リスナーさんから質問を2つほどいただいておりまして。はい、嬉しいですね。ねえ、まず1つ目なんですけれども、はい、海に近いエリアにお家をお持ちの方いらっしゃるじゃないですか。はい、あ、はいはい。で、塩害はどうなんでしょうかっていうのが1つ目です。あ、いうことですね。はい、そして2つ目はですね、はい、雷の心配が、っていうのが2つ目の質問です。あ、わかりました。ありがとうございます。まず太陽光発電システムは海に近いと機器の消耗が早いというお話なんですけれども、はい、確かにご指摘の通り、沿海地域でもシステムには絶えずですね、消耗、特に錆びるというような問題が発生いたします。はい、ただし正しい製品を設置することでですね、十分に防ぐことができます。うん、当社製品はですね、沿岸地域での使用にも耐えられるように十分に対策を実施しておりまして、はい、また第三者認証機関からのサーティフィケートもしっかりと受けておりまして、うん、実力は保証済みです。はい、佐伯さんにはですね、見ていただいておりますが、沿岸地域のですね、港あるいは漁業組合にも過去に納品しておりますので、安心してご採用いただけるかと思います。はい、私今写真を見てるんですが、はい、本当に目の前海っていう、はい、そういった建物にもいくつも設置されてますね。はい、直接海水が被ってしまうような距離ではやはり難しいんですけれども、はい、海辺の近くのですね、設置であれば十分に対応できる製品になっております。はい、じゃあサーフボードの上はダメだけど、はい、海の家だったら大丈夫みたいな。そうですね、おっしゃる通りです。はい、わ、はい、かりました。そして2つ目なんですが、雷に関しては、はい、そうですね、まず太陽光発電システムを屋根に設置したからといって、雷が落ちやすいというようなことはございません。はい、雷が落ちる可能性というのは設置していない家とですね、何ら変わりはございません。あ、よかった。はい、その上でですね、まあ、被害に関して2つ考えられると思うんですけれども、1つは家への被害、そしてもう1つは太陽光システム自体への被害というふうに分けられると思います。はい、まずその雷が落ちた場合の家屋への被害ですが、これはきちんとシステムのアース対策をしておけば大丈夫になってます。はい、でアース対策は太陽光設置の際に検査官が確認をですね、する項目になっておりますので、これさえきちんとしておけば問題ない状況です。はい、ただしその場合ですね、やはり太陽光システム自体はダメージを受ける可能性がございます。うん、そのため、まあ、もし心配がある場合にはですね、施工業者さんに避雷針対策をしていただくというのがですね、相談ができますので、ぜひこういったのも検討してみていただければと思います。はい、ただこのカリフォルニアでの落雷の可能性は、まあ、極めて低いと思います。うん、過去15年間の地域別の落雷の結果なんですが、カリフォルニアではまあ年間に1回あるかないかというような実績です。このあたりも参考にしてですね、トータルのシステムコストを見た上でご相談いただくのがいいのかなというふうに考えてます。じゃあ何してもお見積もりは無料と伺っておりますし、ご連絡をしてみるということですかね。そうですね、いつでもお見積もりのですね、問い合わせ待っておりますので、よろしくお願いいたします。毛塚さん、今週もありがとうございました。ありがとうございました。この時間は米国三菱電機の提供でお送りいたしました。